ループが出なくなっちゃった。ちょっとじゃあこの配信はテロップなしでやりたいと思います。あ、マウーダーマウさん、クマタワーありがとうございます。そしてチュンジさんもクマタワーじゃないか。これはクマよこ。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ギフトやギフトなど星などコメントなどありがとうございます。テロップが本当にさつかないつかないの。じゃちょっと待って、早くコメ編したいと思います。この配信ではインスタで募集したコメントを返していきたいと思います。じゃあいきますね。もうどんどんいくよ。新潟に来たことありますか？ないです。今までのダンスキャリアの中で一番難しい曲トップ3を言ってください。うざ、横ちゃんの振り付けのうざと、あと野蛮な求愛と、あとね、あれビギナーです。ビギナー、はい。暑いのと寒いのはどっちが苦手ですか？暑いの。あ、嘘、寒いの。みゆちゃんのアイドル活動をする上でのモットーと心がけてることはありますか？みんなを笑顔にすることと心がけてることは何だろうな、なんかネガティブな感情にとらわれないこと。はい、みゆちゃん家で何やってるの？最近家にいることが多いんですけど、家にいるときは今はなんかショールームとかやったりとか、あとは結構最近料理作るのにハマってます。料理作ってます。なりたい動物はありますか？嘘ってひどいな。なりたい動物はありますか？なりたい動物は、猫。好きな微生物は好きな微生物はね、ミトコンドリアはい。好きな CD アルバムは、 CD アルバムはあれが好きです。 IU さん、 IU さんが好きです。好きなアイスありますか？好きなアイスはチョコミント、チョコミントアイスです。そして、そしてミルミュー、これ絶対呼び方違うんですけど、エヴァビシとシンガポール、うん、いつかシンガポール行ってみたいなと思ってます。日本語で答えてごめんなさい。待っててね。はい、好きなアクセサリー屋さんはある？好きなアクセサリー屋さんはなんかハンドメイドのお店が好きなんですけど、好きどこだっけな、わかんない。でも蝶々のアクセサリーが好きでハマってます。はい、ダイエット方法教えてください。ダイエット方法は、私は一番効果があったのは、朝一絶対お水飲んでサラダ食べて、でそれでお昼は 何食べてもよくて、夜は抜くっていうダイエットが一番効果ありました。はい、そして今一番食べたいものはお肉。はい、一番好きな韓国食べ物は何ですか？一番好きなのはタッカンマリが好きですラップコンテストもうバンバン言っていかないとみんな言えないから。ショートの女の子で好きな髪型はある？ショートの女の子は、私はノーマルが好きです。ストレートでノーマルが好きです。 How are you? って I'm fine, thank you, so. はい、推薦するアニメーションがあるだろうか。おすすめしたいのは、まずフルーツバスケットをおすすめしたいし、あとね、リゼロをぜひおすすめしたいです。あと、いつから化粧始めましたか？メイクさんじゃなくて自分でする方で。あのね、 AKB って基本全部自分なんですよ、メイクは。だから AKB に入った時からメイクをするようになりました。あと、セリちゃんと仲良しエピソード教えてください。セリちゃんとの仲良しエピソードは、あのね、セリちゃんとの仲良しエピソードは何だろう、でもなんかセリちゃんの寝てる写真とか動画をたくさん持ってます。そう、よくお泊まりするの、 よく一緒に寝るので、はい、お泊まりするのでです。次、みゆちゃんの座右の銘は？私の座右の銘はありがとうです。そして
で、睡眠時間は最近寝れなくて困ってます。私はでも睡眠時間は最近はちょっと変に心配させたくないんですけど、6時前くらいに起きてるから、4時間とかですかね、4時間睡眠とかです。アニバーサリーブックの個人名鑑でみゆちゃん着てる衣装って何のだっけ、私がもう6周年のアニバーサリーブックで着てるのは、やばい待って待って、セシルさんの服です。はい、みゆちゃん英語の勉強はどう？順調？全然順調じゃない、本当にやばいです。頑張りたいと思います。はい、やっちまったなーっていう瞬間は、やっちまったなーって瞬間は、あのね、今日めっちゃあった。昨日の朝、配信時間に遅刻したこと。みゆちゃんの地配、あ、次いきますね。アニメのチハヤフル見たことありますか？見たことあります。一番自信がある K-POP ダンスは何？一番自信がある K-POP ダンスはピカブの振りがなんかとても自分には馴染んだなって思ってます。はい、次。こんばんは。自分自身の理想の身長はいくつですか？私の理想の身長は163です。で、次。夕食何食べた？夕食は玉ねぎステーキっていうのを作って食べました。あとなんかリンゴとか、まあ、豆とかちょっと添えて食べました。あと次、生活で今の現実のね、現実の生活で一匹でもポケモンを飼えるとしたら何のポケモンが欲しい？そしてなぜ？私はトゲピーが欲しいです。めっちゃ可愛い。トゲピーと一緒に生活したいです。はい。そして次、二人推し、ミュウちゃんとリン推しでもいいですか？オッケー。最近ハマってるファッションは何ですか？最近ハマってるのはなんかちょっと韓国にいる色素薄い系の女子が好きです。はい。あ、サヤネーのどこが好きですか？山本さやかさんは、私はなんかなんだろうな、笑顔が好きです。あのめっちゃギャッハッハって笑ってる時の笑顔がとっても好きです。はい。で、次、ゆいゆいとの最近のエピソードは、んー、でもゆいゆいとは昨日 DHC さんで一緒になりましたね。うん、とってもね、なんか目がねキュルキュルしてて可愛かった。エピソードってエピソードもちょっとパッと思い出せないんですけど、でもとってもゆいゆいもなんかめっちゃしっかりしたなって昨日話しててすごく思いました。はい。そして次、菅原、一緒に写真を撮りましたか？はい、撮りました。一番自信を持って作れる料理は何ですか？一番自信を持って作れる料理は、味噌汁今のところ味噌汁ですね。一番自信を持って作れるのは。そして次、乾燥した春には保湿ケアはどうしますか？乾燥した春には、まあ、とりあえず唇は絶対リップですね。リップ必要。あと絶対毎晩パックするようにしようと思います。で、次、鬼滅の刃では誰推しですか？私はね、待って、サビト推しです。サビトのね、ストラップ今持ってるんですよ。AKB グループ楽曲のダンスナンバー縛りでナンバーワンの曲は何ですか？私的にはヨコちゃんのウザ。次、現状が落ち着いたらミオさんとどこに行きたいですか？現状が落ち着いたらミオさんにご飯をおごっていただきたいです。はい、タンユスク食べに行きたいです。次、フグは好きです。ミオちゃん流のダイエット法を教えてください。あ、さっきあったね。私流のダイエット方法は、無理をせずに大切なところはしっかり抑えるダイエット法かな、私流は。です。私我慢するのが無理だから、我慢してたら続かないので、食べれる時間をちゃんと作ることが私流のダイエットです。はい。で、次、山口県のおすすめスポットは
山口県のおすすめスポットは、今だと桜とか綺麗なので来年とか行っていただけたら嬉しいんですけど、一ノ坂川ってところがすごい桜が綺麗かなって思います。で次がアイブロウ買いましたか。あ、買ってないです。買えてない。みーはどんな人になりたいと考えてますか。私は、でも人の役に立てるような人になりたいなって思ってます。日向坂46の推しはあのリーダーの方が、私はとってもあの顔が好きです。そして疲れた時の癒しって何ですか。疲れた時の癒しはメンバーとかと話すことかな。やっぱりなんか落ち着く大好きなメンバーと一緒にいることが一番癒されます。とかなんか静かに一つのことを黙々とすることにすることですごくなんだろうな、リラックスできます。で次、19歳で3つのやりたいことは何ですか。19歳はまあやりたいことだからね。やりたいことはまずショールームを毎日できるだけ続けたいし、あとまた選抜にも戻りたいし、写真集も出してみたいです。はい、みゆちゃんにとってみゆ D の存在は肯定的でしたか。一度は聞いてみたかったです。めちゃめちゃ肯定的です。ありがたいくらい肯定的、いつも背中を押してくれます。はい、次、最近のマイブームは、最近のマイブームはさっきも言ったけど料理。はい、そして今一つ願いが叶うとしたら何が欲しい、もしくは何がやりたい。一つ願いが叶うとしたら、写真集出したい。はい、次、10代のうちにやっておきたいことがある。10代のうちにやっておきたいのは水着着て海かな。はい、好きな匂いとかありますか。好きな匂い、香水とかだと私はでもあんまりきついものが苦手なので柑橘系とか、あとはあれ、金木犀の匂いが好きです。今部屋ね、金木犀の匂いなんですよ。はい、次、 I miss you from thank you。 好きなお菓子なんですか。好きなお菓子は、好きなお菓子はね、あのね、好きなお菓子はちょっと待って、パッツ出ない今。好きなお菓子なんだろうな。好きなお菓子はね、ね、なんだろうな、好きなお菓子。好きなお菓子は、好きなお菓子なんだろう、なんかチョコ全般、チョコとしょっぱいもの、私何でも好きです。はい、全部好き。はい、次、 AKB の曲で一番好きな曲は、 AKB の曲で一番好きな曲は、私はあの私たちのリーズンです。で、三つ編みアレンジのショールーム配信の予定はありますか。今のところないんですけど、ちょっと明日とかやってみようかなとか勝手に思ってます。はい、次、まだおことは引いてますか。まだ最近は全然引いてないです。全然引いてないです。中のめいちゃんに似てるって言われる、言われない、あ、言われる、嘘、言われます。結構最近よく言われるようになりました。嬉しい。みゆちゃんの好きな紫は、赤紫、青紫、薄い紫、普通の紫。はい、もし一つの才能を選んで持つことができたらどんなものを望まれますか。私は才能だったらね、アートの才能が欲しいな。はい、怒ったらどうやって調節しますか。あのね、怒ったらね、怒った時は怒る、止められないもん、怒った時は。はい、寝る時はパジャマ派ですかスウェット派ですか。私はスウェット派ですかな。ちょっとここまでだったんですけど、わあ、でもまあ結構読めたとは思う。うん、じゃあ以上で、ここまで。ピッ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 ピー、皆さん本当に滑舌よくしてくださいって言われた。すいません、めっちゃ聞こえづらかったですか。それはごめんね。はい、まあ皆さん本当にたくさんのコメントありがとうございました。半分くらいしか読めなかったんですけど、まあスパスパ行きました。うん、じゃあちょっとランキング発表したいと思います。13位から、
カノムミウードウードさん、はい、カノムミさん13歳おめでとうございます。ありがとう、ありがとうね。そして12位が4音2アットマーク大切なみゆさん、はい、12音2さんおめでとうございます。ありがとう。はい、そして11位が、あれ変わったね、13位にカレカレ0403アットマークミューディーシー、はい、13位チカヘヨ、あと初登壇ですかね、おめでとうございます。カムサムニーだー。はい、そして12位にカラダニピースさん、はい、カラダニピースさん12位おめでとうございます。ありがとう。でカノムミさん言って4お兄さん言ったので次9位ですね。チデドアットマークイクミダンの方ですね、ありがとうございます。9位チカヘヨカムサムニダー、ありがとう。そして8位がジアリングアットマークシンガポールミュミュディハッシュタグミュアンダーバービスさん、はい、ジアリングさん8位おめでとうございます。ありがとう。はい、そして6位がプオプオ、あ、また変わった、今日めっちゃ変わるね。よし、13いきます。ミュウエイトさん13おめでとうございます。ありがとう、カムサムニダー、ありがとう。そして11位にアスランさんですね、はい、ヒデちゃん11おめでとうございます。ありがとう。そして7位にウオギセプン、また変わったね。12位にホホミさんですね、ホホミさん12位おめでとうございます。ありがとう。そして9位がクワトロチーズアットマークミューディーさん、はい、クワトロチーズさん初登壇おめでとうございます。9位おめでとうございます。ありがとう。そして7位がプオプオンさん、7位おめでとうございます。7位チッカヘヨカムサムニダー、ありがとう。はい、そして7位が、あ、ウオンキセブンアットマークミューディーさん、はい、7位おめでとうございます。チッカヘヨカムサムニダー、ありがとう。はい、そして6位にジアリングアットマークシンガポー、あ、言ったね、ありがとうございます。で5位がXD さん、はい、6位 XD さん登壇おめでとうございます。ありがとう。5位おめでとうございます。ありがとうね。ちょっとまた変わったのでちょっと読みますね。13位の方だけかな、うん、13位が下を見る応援コミュニティさん、はい、初登壇おめでとうございます。ありがとう、応援してくれてるんですね、ありがとうございます。4位いきますね。4位がニャディさん、ニャディさん4位おめでとうございます。ありがとう。そして3位がジャイアットマークミューディさん、はい、ジャイアットマークミューディさん3位おめでとうございます。ありがとう、ありがとう。うわ、はい、で2位がクックアットマーク質問企画とても面白いです、お疲れ様、ありがとう。クックさん2位おめでとう。そして1位がこそよオンニアットマークみゆりさん、はい、1位おめでとうございます。ありがとうございました。皆さんしょうがないね、ちょっと、あ、また変わったな、ちょっと今回はごめんなさい。いきますね、はい、チーズ、はい、ありがとう。あ、もう9分になった。じゃあ皆さん次の配信で会いましょう。またねー。